ベッセルの電動ドライバー、デンドラボールの紹介です。このドライバーは見てわかる通り、通常のですね、ドライバーの形状をしていながら、電動で使えるというものです。従来の電動ドライバーでは入らなかったような狭いところでも使うことができます。それでは開封します。こちらですね、後ろ5本ビットがついているこれはタイプです。1000円ぐらい高いですかね。1本のやつと5本のやつが確かあると思いました。さて、中身を見ていきましょう。これですね、これをこう開くと本体、USB の電源ですね、それと、マイクロ USB のケーブル、取扱説明書に5本のビットが入っています。一番最初は充電をします。この USB ケーブルですね、これを本体に、コネクタがありますので、これですね、逆から開けないようにと書いてありました。ここに差し込んで、電源、USB の、ね、電源にこちらを差し込みます。先ほどの電源使わないで、これは USB 専用の電源なんですが、こちらを使って充電をします。どれでも大丈夫ですね。はい、今LED ランプが赤と緑で交互に点滅しています。これが充電が終わると緑で点灯のままというふうになります。このように緑で点灯しっぱなしになったら充電は終了です。では実際に使ってみましょう。この下のところのですね、木ネジを止めてみます。スイッチが上向き下向きがあって、下向きだと締めるですね、上向きだと、緩めるというふうになります。ではもう一本締めてみます。結構力が強いのでギュッと持っていないと、ドライバーの方がですね回転してしまいます。今、ビットの方をですね合うものに変えました。これも重要です。頭が合っていないとネジ山が潰れてしまいます。次は短いビットを使います。これは他の工具のものです。ドライバーがね長くなりすぎちゃうんですね。ですからこういう短いものを取り付けると、狭いところより狭いところをね、使うことができます。この電動ドライバーは大きなトルクがあるところは通常の電動ドライバーよりも不向きです。トルクの手にかかるトルクが大きいんですね。でも狭いところでの作業性が良いので、適材適所ということで使うと便利だと思います。